おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1088です。はい、今回紹介するのはですね、前回の最後の方にも言ったと思いますけど、今回は SH フィギュアーズ、こちらを紹介したいと思います。で、今回紹介する SH フィギュアーズはですね、確か一番最初には一般店頭で、2体目からもう魂ウェブ商店ということで、結構なスローペースで進んでる、そんなやつですね。はい、それがこちら。じゃん。はい。こちら SH フィギュアーズの魂ウェブ商店、スーパーセーラーマーズってやつですね。まあセーラームシリーズですわね。かなり久しぶりの登場だと思います。前に紹介したのがマーキュリーなはずなので、どれぐらいぶりっていうぐらいですね。はい。まあどっちかっていうとまだ続いてたんだっていう感じの方が、印象が強いかなというふうに思いますね。はい。いつもの輸送箱ですね。で、反対を回すとこちらのところに、まあ、日本語表記ですね。まあ、SH フィギュア2、スーパーセーラーマーズというふうになってます。で、こちら、まあ、いつもの通りね、ここのところに伝票貼り1ということで、ここに貼られるわけですね。単品で買うと。なので、ここでね、箱を大切に取っておきたい人は、まあ、複数買い。あとは、こちらね、そのまま、これで送られてくると、やっぱり、こうやって微妙にね、こう、たまに隙間が空いてたりするんで、こっから水が入ったり、あとはこうガーンってぶつけた時の衝撃とかね、傷、それによって中身の箱も傷みますし、それによって中身ね、結構破損する可能性があるので、そういう部分気にするんであれば、まあ同じものを2個買えとは言いませんけど、例えば同じ月で買う時にはね、おまとめにした方が私はいいと思います。送料もね、1回できますしね。ただ、一番最後に出るやつに全部ギュッとまとめられちゃうので、発送自体は遅れちゃうんですけど、送料1回っていうのが一番メリットかなというふうに私は思います。はい。ということで、いつも通りここテープは、まあ、カットしてあります。はい。では、ここから開けていきます。では、レッツオープン。はい。輸送箱から出したのがこの状態となります。SH フィギュアーズのスーパーセーラーマーズですね。はい。まあ、こちらに魂ウェブ商店と書いてあります。一応、まあ、スーパーセーラーマーズが入ってて、エフェクトパーツがちょろちょろっと入ってるっていう、そんな感じでしょうかね。はい。まあ、以前のね、セーラーマーキュリー、あちらの方にもエフェクトパーツみたいなのがあったので、まあ、それに続く第2弾っていう、そんな感じかな。はい。一応箱がこうなってて、ちょっと厚めな箱ですね。一応側面がこれで、裏がこうですよと。はい。一応このエフェクトパーツが入ってるっていうのと、ちょっと髪の毛のボリュームの関係ですね。それによってちょっと箱が厚めになってる感じですね。で、反対がこういう感じ。あと、上と下という感じとなってます。はい。まあ、箱の基本的な部分は、まあ、今まで紹介してきたセーラームシリーズも大体一緒でしょうと。あとは、本体がどういう感じかですよね。まあ、一番最初に紹介した時のやつは、初版と再版で、実は首のちょっとね、あの角度っていうか、その辺が微妙に違ったんですけど、私が紹介したやつは初版でした。なので、再販のやつだと、ちょっとね、首がこう、ぐっとね、まあ、埋まってるっていう印象がなくなった、いいバージョンにはなってるはずなんですけど、初版はね、ちょっと首が埋まり気味で、ちょっとねーって思うような、ものだったんですけどね。はい。それが、どっちのパターンになってるかっていうのも、ちょっと確認していきたい部分ではありますね。はい。ということで、こっから開けていきたいと思います。では、レッツ、オープン。はい、箱から出したのがこの状態となります。スーパーセーラーマーズ本体と交換用の表情パーツ、交換用の手首パーツ、そしてここの今弓矢みたいになったやつですね。それがマーズフレームスナイパーエフェクト、そしてこれかな、この上のやつがファイヤーソウルエフェクトってやつだと思います。で、お札が一応シングルと束で、もう見えてると思いますけど、奥の方にでっかいのが入ってますよね。こういう風に一応こちらがバーニングマンダラエフェクトシートということで、まあ、シートになってるけどエフェクトだよね。ほとんどシートっていうのもちょっと厚みがあるんでペラペラではなさそうですね。それと専用の台座がなんか奥に入ってるみたいです。で、あとキャラクター用の台座がこの下のところに、まあ、収まっていますという感じですね。で、説明書がバーンとこういう風にありまして、結構ねシンプルな感じですね。こういう感じです。スーパーセーラーマーズ、こちらに日本語表記のセット内容、こちらは英語表記とセット内容で、交換の手首パーツの一式と、まあ一応番号が振られてますよと。で、表情パーツもあって、各アイテムですね、クリスタルチェンジロットの持たせ方、お札は、多分同じ手首ですね。 A って書いてるんで同じ手首で、まあ束になってるかシングルかっていう持たせ方ですね。あと、マーズフレームスナイパーエフェクト、まあ右手首ですね。右手首をこのエフェクトに変えて、まあ構えてあげますよと。あと、バーニングマンダラのやつは専用の台座とシート。で、いつものディスプレイスペース、ディスプレイベースがあるという感じですね。はい。まあ、挟み方もこういうふうに載ってます。まあ、裏は真っ白という感じですね。はい。
ということで、こちらですね、ここから出してパーツ意識全部並べていきたいと思います。はい、パーツ意識並べ終わりました。いつものベースといつもの支柱とクリップパーツですね。で、公開用の手首パーツ、公開用の表情パーツ、そしてこちらがお札ですね、のシングルと束こけました。ちょっとね、足の関係で倒れやすいは倒れやすいんですよね。はい、でこちらがクリスタルチェンジロッド、ファイヤーソウルかな。そしてこちらですね、とマーズフレームスナイパーエフェクトですね。で奥がバーニングマンダラという感じになっております。はい、でまあバーニングマンダラ用の台座っていうのがこちらにありますという感じですね。前に紹介したセーラーマーキュリーですね、スーパーセーラーマーキュリーから結構間が空いてるのと、前に紹介した普通のセーラーマーズですね、そちらと比較というかね、もう遠い記憶になってますね。かなり前だと思います。もう 1,2 週間とか、もう1ヶ月2ヶ月の話じゃないと思います。だいぶ前にスーパーマーキュリーやってるんでね、いまいち記憶が遠いですね。はい、まあそれぐらいスローペースで出てるという感じですね。ということでパーツ意識とりあえず手前の方にざっと寄せちゃいまして、でマンダラエフェクトも避けると、そしてよいしょと、はい、こちら本体となります。ということでこの状態からぐるり回しますね。まずぐるり回すとこういう状態ですと。はい、でそのスーパーセーラーマーキュリーから、まあやっぱりね、先ほどから何回も言ってる通り間が空いてるんで、多分いろいろ変わってはいると思います。ということでちょっとね、比較はできないんで、ちょっとまあなんとなくで見ていきたいと思います。確かこうだったっけって思ってる記憶で話しております。とりあえず頭部に関しては一応こういう感じで、まあ普通に従来通り動かすことができるよと。でこれが上限界です。首の根元はまあ動かないですね。なので首の根元の、まあ、形状決まっちゃってるんで、これで上が限界と。で下はこういきますと。で後ろ髪はまあ前のね、セラマーズあれと同じなので、基本的に形状は固定ですね。ここでカットされてて、ジョイント式だったらもっとね、こう下に向けた時も髪の毛がグッとね、こう下がってより自然な形になってたと思うんですけど、これに関しては基本的に固定と。ちょっとね残念かな。ただ根元のここのところで別パーツになってて、こうやって外にこうやって広げることはできるという感じですね。で根元の部分はジョイントは入ってますね。普通にボールジョイントでプチッっていうよりも、ここに中間であの手首とかね、肘みたいな感じでジョイントパーツが入ってるんで、ここで動かしてあげる感じになってますね。気持ち緩めですね。はい、で首に関してなんですけど、ちょっと斜めにこうなってる感じかな。ちょっと前方向に倒れてるような感じになってるんで、もうちょい起きててもいいんじゃないかなという感じかな。一応根元の部分は時空接続なんで、こういう風に斜めに、こう斜めというかね、首をかしげる状態もできると。で次に腕なんですけど、腕はここのところにボールジョイントで入ってますよ。で前まではここの白い部分で終わってたんですけど、この端っこのところにこういう風に透明なやつがピョッと出てますね。これがまあ追加になってる感じですね。で肘は、あ、まあ相変わらず90度に曲がってるという感じですね。で手首に関しても、まあ、今までのシリーズと同様にここに手首ジョイントが入ってるんで、まあ、位置を変えることによってね、こういう風に、まあ、自由に動かすことができるという感じです。で肩の部分が特にあの引き出し機構とかそういうのがあるわけではないので、水平はこんな感じですね。で真上はまあこういう感じ。まあ他のやつは基本的にあの肩のこの周りのやつがちょっと外にまあ張り出してるとかね、出てるんで、それが干渉しちゃって真上こんな感じですねっていうのがいつもそうなんですけど、このセーラームーンシリーズはそんなにね、肩のこっちが外に出てるっていうわけじゃないんで、結構こういう風に真上っていうのがやりやすくはなってますね。ただそれに関しても肩のね、この関節がちょっと一段階カチャッとね、引き出せる機構を全て入っていればね、全然問題なく動かせるんですけどね。でボディが2箇所ですね。一応2箇所、ここの2箇所で動かせるんですけど、ほとんど上半身はここでの可動ですね。胸のところで動かして、ここは微妙なひねりっていうか、ちょっとした角度調整ぐらいかな。で股関節がこのスカートの中でこうやって動かす感じですね。でスカート自体は前の方向と後ろの方向で、まあ、2段階ですよと。で足に関してはセラムシリーズなんですけど、まあ大体いつもと一緒と。まあこれが通常。ただ1段階これがグッと引き出すことができるんで、これによってさらに広がることができると。だから足こうやってね、蹴りのポーズをやった時もこの引き出し機構が入ってるんで、結構動かしやすいですね。一応根元の部分で股関節でひねることができるようにはなってます。で足はここまでですね。結構曲がりますね。
で足首はここで動かせますと、はい、こんな感じですね。まあ、つま先は相変わらず動かないという感じです。一応基本的な可動範囲はこんな感じですね。で、ここからちょっとね、にわかで話すような感じなんですけど、スーパーセーラーマーキュリーの時ってどうだったか覚えてないんですけど、ここの腰のリボンのこいつ、これが外にこうやって動かせてるんで、この赤いメインのこの部分から伸びてるこの下の部分ですね、これはまあボールジョイントというかね、ここにプチッと止まってる感じになってるんで結構自由度が高いと。これがこういうね形状で固定されちゃってると、ちょっと足に当たるとか髪の毛とかね、台座がどうのっていう時にそこが原因で引っかかっちゃうっていうのがあるんですけど、これが動くっていうことは結構ね自由にできるかなと。あとはなんか技をやった時の、まあ今回だとね髪の毛を外にこうギュッとねこう張り出せるっていうかね、広げることができるんで、これの動きに合わせてこのスカートっていうかこのリボンですね、リボンのこちらも外にグッてやってあげると、よりねまあボワーっとなっているような、そんな感じのまあエフェクトと合わせた時のまあ迫力増しにはできるかなという感じですね。はい、一応基本としてはこんな形となっております。ではですね、支柱の方を取り付けていくんですけど、まあ SH フィギュア2共通ですね。背中に特に穴はないので、台座っていうか支柱ですね、支柱コモもブスッと刺すことができないのでクリップパーツを使いますと。で、説明書の方では爪が上になってるはずなのでこうつけたいんですけど、まあセーラームシリーズいつもそうですね、こうすると胸のリボンに当たっちゃうんで、これを逆ですね、爪下にしてあげた方が胸の下っていうかね、この腰をしっかりとまあ挟むことができるという感じですね。で、この状態で支柱を用意して、まあ差し込みまして、で付属の台座で、台座の方がこういう風にあって、まあ、こちらね、スーパーセーラーマーズ、はい、マークもしっかりと入っておりますね。これの三角のここの部分に穴があるんで、ここにブスリで、それからまあ角度調整という感じですね。で、セーラームシリーズ結構足が長いんですよね。なので、まあ、立たせた時に台座がどうしてもこれね、もっと下の方にギュッと曲がってれば髪の毛干渉が減るんですけど、結構こう外にこう広がり気味になってるんで当たっちゃうと。ただ今回は、一応髪の毛が後ろの方に結構グワッといってる感じになってるんで、台座に当たってもとりあえず問題なさそうにはなっております。うん、ただやっぱりね髪の毛の部分が今回こういう風にね大きいんで、せめてこう2箇所で割れてる方が、台座のこの台座というか支柱ですね、支柱を回避するようにこうパカッと割って下げれるみたいな、そういう風になってた方がより良かったかなと。それかここにねフィグマみたいな感じで角度変更ジョイントを一発かましてあげてから支柱が伸びるっていうね、そうした方がもっと頭部をねギュッと正面向けれたんじゃないかなという風に思いますね。一応こんな感じで台座はつけれます。で、ここへの表情パーツですね、それが全部で4種類ありまして、こちらと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 いう風にあります。で、一応必殺技っていうかね、技の時用でだいたいこちらかこちらを使うような感じになると思うんですけど、まあ一応ね今回はこれにしておきたいと思います。で、まあ効果方法はね、従来と同じだと思うので、前髪を外してあげて今ついてるやつを外すよと。ただこれが簡単に外れるかどうか、うん、ちょっと固めですね、ちょっとくっついてる可能性があるんで、剥がす時に取れないからといって隙間にドライバー突っ込んでグリグリやっちゃうと、この軸を切っちゃう可能性もありますし、こっちもね傷つける可能性があるんで、外れにくかったら一回お湯で温めると、で柔らかくして引っこ抜くと、そういう風にした方がいいと思います。で、一応選択した表情パーツを差し込んで前髪をここに戻してあげる。はい、こうすることによって、まあ、表情パーツを交換することができるという感じですね。まあ、こちらに関してはいつもと一緒という感じです。で、手首パーツですねの交換方法に行きたいと思いますが、一応手首の方を一応2種類やっていこうかな。まずこちらの普通の手ですね、これをこっから外しますと。はい、そしてこちらの物持ち用の手首とこちらですね、この指こうなってるんですね。この手首は何かっていうと、こちらの手首でお札ですね、お札をここに挟む時用の手首、そしてこちらがクリスタルチェンジロッド用ですね。一応これちょっとつけますけど、これも従来通りプチッとつけてあげて、チェンジロッドを持ってきて、まあこれもねいつもと一緒ですね、強引にグイグイとつけて、こうやってつけてあげると。はい、一応これで手に持たせることができるという感じですね。これに関してはいつもと一緒と。そして先ほど出したこれですね、この手首の方にお札を、まあ、いつもと一緒にブスリと差し込んであげると。はい、こんな感じですね。
それかもう一個あるんで、こういうふうにね束になってるやつをここのところにブスリと、はい、こういうふうに持たせることができると。でこちらとこちら両方とも多分最初の普通のセーラーマーズの時と比べて薄手のものになってると思います。もう触った感じとしては、あ薄いなと思うぐらい。なので最初思ったのはこちらの1枚ものと束になったやつ、これで同じ手首で支えると指が、太いやつを差し込むことによってぐーっとこう広がっちゃうと。で今度細いっていうかね、この1枚ものにやっちゃうと刺してもポロッといくんじゃないかなって思ったんですけど、結構ね薄く仕上げられてるんで、うん、そこは良かったんじゃないかなと。やっぱりあの今までねアイカツシリーズとかそういう薄いカードみたいなこういうのがついてきてるんで、それの技術が逆にこっちにねフィードバックされてるっていう感じかな。なので字もしっかり綺麗に入ってますし、よりね薄く仕上げられてるっていうんで、うん、かなりこの辺に関してはまあよろしいんじゃないでしょうか。そして両手をね組んだ状態で使う手首としてこれですね、まあこういう状態ですね、手首としてはねこういう感じになっている手首があって、これの指の先端ですね、ここのところに、まあ、ファイアーソウルエフェクトっていうのをここのところにあるんで、これをブスリと、まあ、ここに穴があるんでね一応差し込んであげるとこういう感じで取り付けることができると。であとこれはこういう風にここでね構えてあげて、さらにあのメトジの表情パーツがあるんでそれを使ってあげることもできると。でこれをやってさらに後ろに専用のね台座でシートもあるんでそれを使ってあげて、まあ、ファイアーマンダラとかねそういう風にすることもできると。一応最後にねこちらはちょっと置いた状態もやりますけどね。でそれ以外に、こちらの手首ですね、一応これもまた同じく右なんですけど、これを外してあげて専用のこれですね、マーズフレームスナイパーですね、こちらのエフェクトもついてきてるんで、これをまああといろいろねこう手をね広げたりとかこういう風な感じで構えてあげると思うんですけど、ここにブスリと刺してあげると。ただこれ非常に刺しにくいですね。というのも手首とこの赤い濃い赤いこの部分ですね、これと先端部分、これ全部ワンパーツで作られちゃってるっていうか一体化しちゃってるんですよね。なので、非常にはめにくいと、まあ、肘を曲げてここのところで、まあ、なんとなく差し込んであげたいんですけど、これ分かりますかね、こうグッと押してる時にこの腕を支えてる部分とここの伸びてる部分が一列になってるんで非常に差しにくいわけですね。一応怖いですねこれ。はい、なんとか刺しました。一応これで刺せたんで、あとこういう風に構えてあげて、まあ反対のねこれ多分平手かなんか適当な手首をちょっと選んでますけど、こんな感じで、まあ、一応こうやって構えることもできると。で多分この表情パーツじゃない方がいいと思うんですよね。まあこういう風に、まあ、エフェクト込みの平手がついてきてるんで、まあこれ雑にやってもねこんな感じで構えることができると。ただ非常につきにくい、うん、かなり苦労しましたね。なのでうん、ここのクリアパーツと平手これに関してはバラバラの方が良かったかもしれないです。要はこの手首の方っていうかねの方に穴があって、こっちからクリアのピンが出てて全部構えた状態であとここでブスリと刺すみたいな、そういう方が、うん、組みやすかったんじゃないかなって私は思いました。でこのポーズとはちょっと関係ないんですけど、台座とこういう風にね、バーニングマンダラのエフェクトがあるんでこういう風につけることができると。まあ、こうではないと思うんでね、まあ、一応こういう風につけることもできますし、先ほどねこの手首に先端にファイアーソウル、それをつけた状態でバシッと噛めてあげるのもありかなという風に思います。一応ねあの付属品っていうかこういうエフェクト関係が非常に多くついてたんでね、うん、これのプレイバリューとしては良かったかなと。ただスローペースすぎるんでスーパーシリーズが揃うのにあとどれぐらいかかるのかなって感じですね。一応ジュピターの方が今予約が終わってるんで、あとはビーナスだけかな。すごいゆっくりなペースですよね。最初、ムーンで終わりかなと思ったんですけど、一応チラッチラッと出てきてるんで、まあ気長に全員揃うのを待とうかという感じでしょうかね。あとはクリスタルですよね。セーラームーンクリスタルの今ムーンしか出てないんで、他の4人あれは出るんですかね。多分出ないと思いますけどね、うん、出てほしいなとは思いますけどね。なかなかねあの稼働範囲というかねあちらに関しては非常に素晴らしかったんでね、うん、シリーズとして、うん、復活してほしいかなというふうに私は思っております。はい、ということで今回は、こちらですね、 SH フィギュアーズのスーパーセーラーマーズ、こちらを紹介していきました。はい、一応こちらね欲しいと思った方はまあ店頭売りではないんでね、中古ショップとかねオークションちょっと探してみてもいいかと思います。あとはね通常版と比較してみるっていうのもありかなと思います。はい、ということで次回はですね、フィグマ
またになっちゃいますね。フィグマの方ちょっと新しいのが一体あるので、そちらをね紹介したいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。